いこんばんは。異世界って、探し回れば行けるもんなんかね。だから、3をつけろ。というわけで、この二人も合流しました。これで、ヒーローズ2に登場するキャラは、全員です。姫様はまあ、完全に、劣化爪バトマスです。元の爪バトマスが強いので、そこそこ強いんですが、無心攻撃はないので、火力は大幅に落ちます。クリプトさんは、ホイミの使えないそうよ。リホイミという、劣化リジェネしか使えません。槍も、火力がかなり不足してるので、緑川さんのファンが、泣きながら使うキャラ、ですかね。行くわよ。夜抜けの殻ね。やっぱり撤退したのかしら。うむ、我らに恐れをなして撤退したに違いないのだ。では、やっとガラリオ戦です。長いですね。相手にとって不足はない。力ずくで抑え込むだけだ。ダラル王は強力な風の呪文の使い手だ。まともに食らわないように注意しな。せっかくなので、しばらく姫様使ってみますね。お嬢さん、祭壇の上だ。魔法陣に魔力が集まってるわ。何か来るわよ。魔法陣の竜巻は大きくなると飛んでくるみたい。気をつけなきゃ。何が飛んできたって俺が守ってやるさ。安心しなよ、ハニー。
ククールってすごいことをさらっと言うわよね。ちょっと感心しちゃうわ。それを誰にでも言うから、デシカさんに相手にされないんだけどね。このガラル王もまあ、めんどくさいんですよ。こんな風に竜巻が邪魔してきますし、一定ダメージ与えると、ちょくちょく画面外に逃げます。まあ、アクションゲームの極限とか、面白く作るの、難しいからね。完璧に、無理は、つまらないと思われる、最大の NG 要素ですね。プロレスで、リング外に逃げるのと同じです。片方の選手だけリングの外に自由に出られる、なんてプロレス。誰が見るのよ、そんなの。ガラル王の持つ剣に魔力が集まっています。気をつけてください。どんな攻撃が来たって平気よ。当たらなければいいんでしょ。おう、気合でかわせば平気平気。サクッとダラル王をやっつけちまおうぜ。姫様についてちょっと解説しますか。姫様と爪を攻撃したバトルマスターは分身することができます。 NP を消費して分身することもできるんですが、さっきからやってるように攻撃の終わり際にタイミングよくボタンを押すことで NP 消費なしで分身することが可能です。この利用分身は、効果時間がとても短いんですけどね。ちなみにボタン連打では出ません。タイミングのずれたとこで、ボタンを押した時点で無効なので、それぞれの攻撃モーションの、どこが分身受付時間か、把握する必要があります。まあ、効果時間短いですし、MP に余裕があるなら、特技で分身した方がいいです。これは、私は一体ダラル王、もしかして正気に戻ったのか。これは一体どうしたことだ。ダラル王よ、どうやら正気を取り戻したようじゃな。明治様、そなたはモーリアスとフェルノークに攻め込み、力ずくで従わせた後、両国を率いてクレティアを滅ぼさんとした。世界を二つに分かつ大戦争を引き起こしてしまったのじゃ。大戦争？実に多くの血が流れた。オレンカ王の命も失われてしまった。ダラル王よ、一体何がそなたを狂わせたのじゃ。剣を、あの剣を手にした時から、突然激しい憎しみと全てを滅ぼしたいという衝動に襲われて、その後のことは何もわからぬのです。剣だと？これは間違いありません。これは破滅の剣です。破滅の剣？ドルネコさん、知っているんですか？もちろんですとも。仕事柄、古今東西あらゆる武器に精通しているつもりですよ。この剣には、持つ者に強力な闇の力を与える代わりに、正気を奪い戦いに駆り立てる呪いがかけられていると言われています。どうやら伝説は本当だったようですね。あの剣は、預言者と名乗る者が私に献上してきたものなのだ。預言者？もしかしてクレティア女王のところへ来たという人と同じ人なんじゃないかしら。ああ、その可能性は高いだろうね。
ダラル王、その人物とは一体何者なんですか？あいにくだが、詳しくは分からぬ。今分かるのは、私がとんでもないことをしでかしてしまったということだけだ。オレンカ王と多くの者たちの命を奪った罪、今ここで死をもってあがなわせていただこう。待たれよ。あなたの命一つであがなえるものなど何もない。それよりも生きて自分のしたことの責任を取るべきだ。私もかつてそう諭されました。ダラル王よ、今後命を賭して世界の平穏を守り抜くことじゃ。それがそなたのなすべき償いであり、負うべき責である。はは。さて、ここに戦いは終わった。今一度皆で平和の誓いを立てようではないか。分かたれたこの世界を再び一つとするためにな。レイはいいけど、ぐるぐる動くのやめて、酔うから。
つ見てる？まったく、よくやるぞ。盛り上がってきたわね。本当に、あんたにお直しをしない。美人が目にかかれるなんてね。これは皆さん、何が見えるんですか？あ、いかがですか。お安くしておきます。あの美しい方もですね。お、うまそうだな。ありがとう、もらってくよ。前夜祭をやるなんて名主様も気が利いてるよな。ありがとう。なんだか嘘みたいよね。みんながちょっと前まで戦争してたなんて。そうだな。世界にまた平和が戻るんだ。オレンカ王にも見せたかったな。そうね。2人とも何しんみりしちゃってるのよ。お祭りはみんなで盛り上がらなくちゃ。さあ一緒に踊りましょう。よし、じわじわたぎってきたぜ。今夜は踊り明かすぞ。ちょっと明日は大事な日なんだから、羽目を外しすぎちゃう。ほら、委員長も行くぞ。ちょっと。起きなさいよ。いつの間にか眠っちまったのか。僕まだ眠いよ。あれ、もう一度くまなく探すのだ。王都に残った兵たちにも知らせを。どうかしたのか。我が軍の魔物たちがいなくなっているのだ。え、昨夜は確かにここにいたのだ。ジャイワールの魔物だけじゃないよ。他の国の魔物たちも消え失せている。一体どこへ行っちまったのか。申し上げます。お前たち、この兄様はどうした？一体何があったんだ？突如現れた魔物の大軍が我が国を攻撃。城に残った兵だけでは防ぎきれず、王都が陥落いたしました。なんだと。オレンカも同じ状況です。押し寄せた魔物たちに王都を占拠されました。ああ、我が国も同様の報告を受けている。一体どうしたことか。オルネーゼ様、大変でございます。モンスタレア地方の3カ国で魔物たちが一斉に反乱を起こしたとのこと。モーリアス、フェルノーク、ダラル、すべての王都が占拠された模様です。なんと、我々の国では。バカな、すべての王都が奪われるとは。そのような兆しは一切なかったはずだが。一体どうなってるんだ。静まれ。名士様、時は満ちた。今こそ世界を一つとするのじゃ。我ら双子の王のもとにな。信じられないかもしれないけど、ゼビオン王は私たちをまとめて始末するつもりなんだよ。みんな逃げるんだ。坂井正明が悪役だったとは予想外です。
返し、私にかかれば。ほう、我らに抗うつもりとは愚かな者たちじゃの。せいぜい無駄にあがくがよ。では、さらばじゃ。悔しいけど、今はゼリオ王に構ってる暇はないね。各国の王が脱出するまでここで魔物たちを食い止めるよ。ではしばらく、雑魚の掃除です。長いので、最新くらいカットしますよ。よし、申し上げます。各国の王が脱出するまで今しばらく時間がかかるとのこと。わかった、もう一踏ん張りせねばな。また魔物が増えたみたい。キリがないわね。楽しかった。姫様の言動に若干狂気を感じる。ないなんて、一体どうしたらいいのかしら。防御や見かわしで耐えるしかないよ。魔物たちを引きつけておくためにはね。こうなるとダメージは一切入りません。鉛筆なんですけど、ちょっと長いんですよね。この後町を歩いて脱出しないといけないです。ブルは NG と言いましたが、野球で例えるとどこに投げてもストライクをされないバッター。面白いわけないでしょ、そんなの。申し上げます。各国の王は無事脱出に成功。皆様も急ぎ撤退してください。私はここまでで。では脱出です。だるすぎるので、あとは全部カットしますね。それでは続きは次回。ご視聴ありがとうございました。